アラン・ウェイク。俺の名前にお前の本、そしてお前、読んだぞ。俺の生活の残響が描かれていて、まるで誰かが俺を監視してたみたいだ。アラン・ウェイクに何があったか、答えを求めた。お前が生きているとはな。ああ、頭が痛い。お前は人を操りたいんだろう。人生を奪い、お前の物語に取り込む。誰かが傷つけば次回作の最高の素材になるんだろう。くそ、コーヒーがこぼれた。だったらあんたはファンじゃないな。ここはお前の遊び場じゃない。俺はお前の創作物でもない。そんなことは言っても、無からは何も作り出せない。それがたとえ闇の世界でも、フィクションを現実にするのは複雑だ。現在の出来事や未来、夢のビジョンが見えた。それを作品に使ったんだ。今その危険性に気づいた。長い時間をかけたとしても、書くのをやめた。諦めた。なのに原稿が、やめたことを忘れたのか。闇は記憶を奪う。俺は直したいんだ。全てを直せる物語を。黙れ。隠れろ。FBI だ。あの作家をよこせ。誰も傷つかずに済む。おい、下がれ。くそ。おい、何をやってる。スクラッチだ。近い。セペロ、待て。銃をくれ。いや、無理だ。FBI だ。ああ。ケイジ、まずい。来るぞ。いるぞ。闇の世界から脱出した。闇の存在からも逃れたスクラッチは、奴はこのブライトフォールズにいた。頭の中でその存在が大きくなる、刻々と強くなっていた。なぜ他の連中と一緒に俺を殺さなかった。奴の望みは何だ。脱出せねば。ケイシーを探そう。彼は味方だ。味方は多い方がいい。
身を守るんだ。銃とフラッシュライト、懐かしい。ケイシーだ。彼はまだ生きていた。FBI が追っていた信者だ。自分から闇に身を委ねたのか、無理やり操られたのか。もはや言葉なんかもわからない。ここは地獄だ。正解なのか。耐えられないほどの重圧だ。スクラッチが迫っていた。それを感じる。思い浮かべる。なぜ覚えてるんだ。ケイシー、気をつけろ。やつだ。スクラッチが。くそ。頭が軽くなった。スクラッチが遠ざかった。これでまた考えられる。ケイシー、ケイシー、どこにいる。どこにいた。ケイシー、待ってろ。くそ。キラン・エステベスだ。下がる。気絶。え？私の事件を？もう FBI の手は離れている。我々に移管された。イルモコスから超常現象に関する犯罪容疑で逮捕する。かもな。そちらの証拠品と資料を全て保安官事務所にある我々の拠点に移す。他に証拠品を持っていない。クリカ、彼らは信用できない。なら仕事は終わりだ。まあ休め。待って、パートナーのケイシーが行方不明なの。任せ。彼は私のパートナーよ。そうそう、私が。帰りな。メイクには注意しろ。きっとパラユーティリタリアンだ。いえ、ダメよ。あと少しでクリカーを渡せたのに。まだ終われない。ケイシーを見つけて、ホラー小説から家族を守るまでは。